ごめんね、昨日配信なくてすいません。しかもあのなんだっけ、みんなにも言ってなかったからごめんね。そう、昨日いろいろ時間の変更があってできませんでした配信。ね、めっちゃ暑いんやけど今日。野菜スープ作る？野菜スープ？飲みたい。ちょうだい。今日会える？会おうね。今日はアイドルストール。アイドルストールです。そう、あれなんですよ皆さん、昨日お出かけ行っていた場所とはですね、あれです。あのインスタのストーリーを見たらね、わかると思うんですけど、今日は銀座、ありがとう、聞いてありがとう。いや、そうなんよ、まだ夏なんです。はい、そう、アイドルストロー、あ、モバメも届いた。そうです。あの、おとといさ、車から配信したじゃないですか。でもその時にはもう大阪に向かっていて、その後新幹線乗って大阪に行って、急遽ね、めっちゃ急遽大阪に行って、で急遽大阪のホテルを探して泊まって、で、あのそのホテルがユニバのもうすぐ近くみたいな感じのとこだったんですけど、でなんかあのカーテンがあって、カーテン開けたら全部そのユニバの中が見えるんですよ。そう、目の前だから。23階ぐらいだったんですけど、もうカーテン開けたらめっちゃ鏡張りになってて、鏡張り？あ、違う、ガラス、ん？窓が張ってあって、ユニバのね、中が見えました、上から。で、昨日朝から夜までユニバ行きました。チケンさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。いや、そう、昨日その朝行く案もあったんですけど、朝早くから行くなら行きたいよねってなって、夜一昨日の夜に行きました。そう、楽しかった。
私今日誕生日です、チソンおめでとう。歌うね、車だけど。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear チソン、 Happy birthday to you、 おめでとう。サラヘヨサラヘヨ。ユニバー、そう、ちゃんと日焼け止め全身塗ってきましたよ。まあ夏が終わったとてめっちゃ暑くて、楽しかった。しかも、あ、そう、あのリオの誕生日プラスその11月のマーナの誕生日らへんが行けそうにないから、あのリオの誕生日とマーナの誕生日も含めて行きました。乗り物何乗ったか、まず一発目フライングダイナソー行ったんですよ一発目からダイナソーちょっと怖かった。しかもさ、あのその前回行ったのが今年の6月ぐらいなんですけど、あれは夕方行ったプラス大雨で、あのハリーポッターとマリオしか乗れなかったんですよ。だからあのハリドリとかダイナソー乗るの超久しぶりで、で久しぶりのダイナソーだったんですけどめっちゃ怖かったですでダイナソーの後はハリーポッター行って、ハリーポッターのやつ乗って、その後何乗ったっけ、ハリドリ、ハリドリの前、ハリドリの前向きを乗りまして、その後ハリドリの後ろを乗りまして、1,2,3,4 で、その後鬼滅初めて乗りました。で、締めはダイナソーでした締めはダイナソー。写真いっぱい撮ったよ。またちょこちょこ載せていきたいと思います。でもね、昨日ね尋常じゃないくらい人がいっぱいいて、そうやばかったんですよ。めっちゃ人がいて、今までユニバ行った中で多分一番、あ、リオがユニバ行った中であの一番人が多かったくらい、めちゃくちゃ人が多くて、鬼滅とか3時間待ちなんですよ。そう、めっちゃもう待つだけで疲れた。もう帰る時はなんかかかとが痛くて、リオなんか足は疲れないんですけど普段動いてるからかかとがなんか痛くて多分その待機列で並んでるのが痛くて、そうなんですよ。ギフトありがとう。クルージング誰に投げるか迷ってる？リオでしょリオでしょ。35分になったら壇上読みます。そう、フライングダイナソーめっちゃ怖かった。あ、マリオはあのマリオのゾーンは入りましたよ。マリオのエリアは入ったけど、あの乗り物は乗らなかった。マリオのゾーンはあの入りました。てか昨日もうハロウィンのやつ始まってて、あの6時になったら出てくるやつたちが出てくるんですけど、
でもその時ちょうどハプニングが起こって、そうリオ帰れなくなっちゃったんですよ。そうちょうどね鬼滅の待機列に並んでて3時間待ちので、リオが途中でお手洗いに行きたくなって、そうで抜けたんですよ列を。で行けたんですけど、そしたらもう道がちょうど6時になってて、道がもうお化けたちでいっぱいだったんですよ。で帰れないってなって、でもう道がさずらーって人がいるから通れないんですよ、横断できなくて帰れなくなっちゃって、はぁーみたいなパニック。でも行くしかないと思ってあのダッシュしました。ガチダッシュした。ダイナソー2回乗りました。ハリドリはねあのバックの方が好きだった。ギフトありがとう。いやめっちゃ人多かったよ。そう暑かったし、今日どっちが多いか下手か見て、手が若干多いかなぐらいです。多分。でもね、みんなは結構待つの慣れてますよね。そのリアルお話し会とかのレーンとか。グッズのレーンとかすごいね。行ったら見つけてくれる？見つけるよ絶対に。そうもうハロウィンなんか噂ではあんまり怖くないって聞いてて、踊るだけみたいな、お化けたちが踊るみたいなの聞いてたんですけど、普通になんか脅かしてきて、そう普通になんか脅かしてきて、リオも威嚇しました、睨んだ。脅かしてきたから睨んだ。ゆうたありがとう。怖かったよ。でもなんか今までは結構ゾンビって感じだったんですけど、ゾンビって感じで血のりとかみたいな感じだったけど、なんかなんて言うんだろう、変なのが多かった。いや違うんですよ、あのピエロとかあのゾンビいなかったかも。なんかゾンビじゃなくてピエロとかなんかなんて言ったらいいんだろう、わっびっくりした、なんか魔王みたいな人。なんかゾンビではなかったから、なんか血とかではない感じでした。
睨んだ。でもね、コツをつかんだんですよ。そのやつたちにやつたちに驚かされないようにするには、道、車道のところは真ん中、真ん中はいっぱいいるから、もう端っこの端っこをもう壁に吸い付くくらい端っこの端っこを歩いていけばいける。端っこを歩けば生き延びれる。キャツンがゾンビなりたくない。楽しかったな。また行きたい。あと可愛い子が多かったです。可愛い女の子が多かった。そう、人間観察をするんですよ。マーナと一緒にあの子可愛いみたいな感じで人間観察してました。うん、可愛い子いっぱいいたよ。やつが一番可愛い。なんかリオが言わしたみたい。やだ。確かに。リオさんがいっちゃん可愛いよ。でね、鬼滅初めて乗ったんですよ。その鬼滅のとこってなんか期間によって変わるんですよ。だからなんか昔は昔はね、なんか星のやつ星のちょっと名前忘れたんですけど、星のね、なんか星のやつだったんよ。そう、星のやつで、でなんか昔はその星のやつが普通だけど、ハロウィンになったら貞子になったんですよ。そう、貞子のやつになって、で、あ、ドラえもんの時もありましたね。ドラえもんの時もあったし、で今回は鬼滅のやつで、そこのやつは期間限定みたいな感じでした。気づかなかったよ。鬼滅じゃない鬼滅ね確かにもうアイドル鬼滅似てるよねめっちゃ似てる。あ、やばい、36分。いったありがとう。壇上読みます。13位、シュウさん、ありがとうございます。12位、コアラさん、ありがとうございます。
11位、日傘のタッキさん、ありがとうございます。10位、ビリさん、ありがとうございます。9位、ウメッチさん、ありがとうございます。8位、シャガラピーさん、ありがとうございます。7位、ゆずきちさん、ありがとうございます。6位、台湾高尾さん、ありがとうございます。5位、鈴鹿さん、ありがとうございます。4位、フリーダムさん、ありがとうございます。3位、癒し系さん、ありがとうございます。2位、昔からおじんさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、メタボさん、ありがとう。ありがとう。今日はアイドルストローです。発音良くない？アイドルストロー。アイドルスターです。来てくれますか皆さん、来てくれますかね。お待ちしてます。銀座に集合、集合だよ。今日見に行く、ありがとう、嬉しい。アイドルストロー行ってきます。もう夜配信はなしです、なしです。それではテロップって出たよね、もう大丈夫か、出たよね、 OK。 それではナイツー、来てくれる方はお気をつけて来てね、バイツー。